こんにちは。インターンシップ生の柳井隆平です。今回も星野カービィの好きな曲を紹介したいと思います。今回は中ボス編です。最初に今日紹介する曲はフルメタルベーダーという楽曲です。ロボボプラネットは宇宙からやってきた侵略者が星を機械化させてしまうのですが、そのためか敵キャラが機械をつけたりしていて、まさに機械との勝負という雰囲気を感じられます。また、曲の途中で夢の泉の物語の闘技場の曲のフレーズが使われ、緊迫感が伝わる曲だと思います。機械らしく、電子音がマシマシに使われており、ドラムがバンバン鳴っているので、ノリノリになれる曲だと思います。続いては、終ボスバトル、友と出やつを追ってです。この曲は、静かな曲調で戦い、というよりは、腕試しという印象が感じられます。途中で入るピアノがピコピコとした曲によく合っていて、静かながらに燃え上がるという印象があります。この曲は、中ボスだけの曲ではなく、ボス戦前にも流れます。トリプルデラックスは、ライバルであるデレデ大王が謎の敵にさらわれたため、カービィが助けるために追いかけるというストーリーなのですが、各ステージのボス戦の前に、カービィが敵に一度追いつき、敵がボスを召喚して立ち去るというシーンで流れます。曲名に友とやつを追ってとありますが、友とはデデレ大王のことだと考えると、感慨深いものがあると思います。続いては最初に説明した曲のワンフレーズに使われている曲です。闘技場は中ボスと戦うだけのシンプルなステージですが、同じフレーズをひたすら繰り返すことで、敵との正々堂々と勝負するという状況を忠実に表されています。同じメロディーを繰り返すだけですが、耳に残りやすく、つい口ずさんでしまいそうになります。最後はルームガーターという曲です。星のカービィ64の中ボス曲ですが、こちらも闘技場と同じく、同じメロディーを繰り返す曲になっています。星のカービィ64のコミカルな演出を合わせて完成されている楽曲の一つだと思います。また、この曲は、カービィの様々なゲームでアレンジされることも多いので、聴き比べてみるのもいいでしょう。今回はここまでです。気になった曲はありましたか？あったのならば、ぜひ聴いてみてください。